日本兵庫県神戸市東灘区住吉南町阪神電気鉄道住吉駅南口駅舎自体は住吉宮町5丁目に所在する阪神電気鉄道住吉駅前住吉南町は兵庫県神戸市東灘区の町名の一つ旧住吉村のうち阪神電気鉄道阪神本線以南の区域にあたる昭和44年6月1日に 住吉町浜神殿の南部が一丁目、北部が二丁目、住吉町、新米神殿が四丁目、住吉町、暮田の東部が三丁目、西部が五丁目を名乗り、魚崎町、魚崎の阪神電車以南、住吉幹線以西を一から三丁目に加えて住居表示した。今日では、東は、旧、魚崎町行きの魚崎西町、南は、三影大橋で結ばれた。 人口東東部、第二高区の東半である住吉浜町、西は旧三影町域の三影本町、北は阪神電車を隔てて、住吉宮町が隣接する。平成17年国勢調査における、世帯数は1124、人口2334で内男性1246人、女性1088人。住吉南町はほぼ全域が、 旧住吉村の呉田区の域内である。呉田は本住吉神社のおたがあったと言われている。新米神殿は呉田に住んでいた医師の山内新米が開発したところ、海浜に開かれた浜神殿も古くは新米神殿と呼ばれていたという。1から3丁目に加えられた魚崎町魚崎については割愛発掘る手像。ありがとうございます。